頭入れながらリラックスしながら、今日も楽しんでいきましょう。はい、OK、 ゴー、ゴー、ナイス。チームが2連勝していて、まあ、勢いはあると思いますし、まあ、ただ、まあ、そう簡単に勝てる相手でもないですし、難しい試合になるのは、もちろんなんですけど、まあ、何が何でも勝ち点3を取って帰ってくれるようにしたいです。はい、まずは守備からチームみんなで走って、攻撃では自分の特徴を生かして、どんどん攻めていけたらいいなと思います。まあ、相手は強いですけど、気持ちで負けることなく、戦いたいなと思います。押し込まれる時間、逃げられる時間、崩される時間、場面、当然あるやろうけど、しっかりじれずに我慢する、okay? 必ず流れ引き寄せる形、時間を与えてできるから、okay? でもそれするためにはやっぱ全員のハードワーク、これでつながる気持ちの部分で絶対終わる。だからそういうゲーム今まで続けてこれてるわけやから、このゲームももう一歩、もう一試合そういうゲームする。で、勝ち切って、このゲームでまたもう一歩踏み出したいでしょ。もう一歩前に出るよ。お前、行くよ。勝つためにもう全力で戦うね。もう戦わなかったら絶対勝てないからね。で、チームでつながって全員で勝ちましょう。はい、行くぞ。ディフェンスラインが結構体を張ってくれてたので、自分もシュートコースを絞りやすかったですし、そこから相手ゴールに迫ることもできたので、まあ、それは今後も続けていけたらなと思います。中盤に失点をしてしまって、まあ、でもいけるなっていう気はしてたので、まあ、それが今までこの2戦逆転勝ちで勝てていることがつながったかなと思います。試合に出たら、まあ、絶対チームのために走ってゴールを取ろうって思ってたんで、間がすごい空いてるんでそこで受けたり、いつも自由に楽しくやれよって言ってくれるんで、まあ、そのままやりましたね。
絶対点決めてやろうという気持ちは、まあ、他の試合よりかは気持ちは強かったのかなと思うんで本当に嬉しかったです。篠野からボールをスペースで受けてクロスというか、まあ、中を見ずに誰か合わせてって感じでクロス上げたらそのまま入ったので、まあ、結果的に良かったなと思います。サポーターの方々の声援のおかげで、まあ、自分たち今日負けずに勝ち点1を取れたと思っているので、まあ、これからも試合は続くんですけど、まあ、また大きな声聞けたらなと思います。勝ててはいないですけど、まあ、守備も粘れたしゴールにもつなげれているので、まあ、次千葉で次こそは勝利を届けられるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。もう本当に皆さんの応援は本当に聞こえてて、まあ、ベンチからの声もたくさん出てて本当に力になりました。次も必ず勝って、次こそはやっぱ自分たちが主導権握って先制して、まあ、いい流れで勝ちたいなと思います。